カール・ライスターはドイツのクラリネット奏者。世界を代表するクラリネット奏者の一人である。オルデンブルク州、ビルヘルムスハーフェンに生まれる。11歳の時、ベルリン放送交響楽団のクラリネット奏者であった、父から手ほどきを受けてクラリネットを始める。15歳からおよそ3年かけて、ベルリン音楽大学で学ぶ。19歳で、 ベルリンコーミッシェオーパー管弦楽団の主席奏者に就任し、22歳でベルリンフィルハーモニー管弦楽団の主席奏者に就任、1993年まで務めた。また1984年から斉藤記念オーケストラでも活躍している。他にも、1987年には、ロンドンの王立音楽アカデミーの名誉会員を呼び、客員教授に任命され、 1993年から2002年にかけてベルリンハンス・アイスラー音楽大学の教授を務めたりするなど将来の音楽家たちの教育にあたっている。ベルリンフィルカニューと同時期にソロ活動や室内楽活動も始めた。アマデウス弦楽四重相談、ピアニストのビルヘルム・ケンプなど著名な音楽家と室内楽で共演している。また、 ベルリンフィルハーモニー木管アンサンブル、ベルリンソロイスツ、アンサンブル、ウィーンベルリンの創立者の一人でもある。曲中の早く難しいパッセージにおいても気持ちよく響いた音を出し、それが全くブレたりしないという点が長所とされる。また、室内楽では音楽を完璧にリードし、流れを作っていく。ライスターの演奏を人間味にかけると評する向きもあるが、 これはおそらくテクニックの完璧さの裏返しであろう。ありがとうございます。